2023年現役ドラフト放出戦してって各球団結構攻めると予想阪神、小野寺広島、中村健横浜、上里巨人、北村役、原井月中日、周平織、渡辺千葉、二木祖父、高橋綾楽天、田中和西武、渡辺勇ハム、古川レジェンド周平はない。逆巨人はわかる。高橋はない。上林はありえる。阪神小野寺はない。むしろ大竹や細川の件で各球団だし渋るんやないか。他球団で活躍されたらモロフロントの責任やし、前もこっちやと思う。活躍されたらって何のための現役ドラフトなんだ。原樹里出すわけないやろ。出すなら野手や。カム古川はマジである。軍事補強したし、細川と大竹が異常なだけで例年こんなの出てくるわけないよな。野手は当たり外れ多いから投手欲しいわ。阪神は鉱山やろ。現役ドラフトって予想が難しいんだよな。1位取りたいから出血覚悟でみたいなことされるとどうにもならない。おいしい思いしてる球団はそこそこの選手出すんかね。 SB さん取っとけば間違いない。上林定期、高橋彩は次の先発次第やな。原樹里はねえは2軍マジで買いらんくなるぞ。大竹細川レベルの活躍する選手は今後出てきなさそう。小野寺出したらびっくりすんでほんま。阪神は鉱山もやけど秋山あたりもだいぶ危なそう。阪神関係者に小野寺が現役ドラフトなんて言ったら笑われるわ。 WWW 立浪出してくるかもしれんぞ。パリーグ詳しくないけどこんなの渡辺一代じゃね。周平だけはないドラにで選手会長の強打が出されたけど、強豪ドラ1の周平は立浪が OK 出しても中日フロントが許さない。そもそも周平は FA 権持ってるので現ドラに該当しません。年俸5000万以上で FA 持ちの周平は出せないよな。 WW ヤクルトは星とか出てこんかな。なんかのきっかけでもっと活躍できそう。リチャードは中日に行ったら負けそう。割とやれるやろと思って出した氷川が全然あかんくて泣いてる。細川が氷川とか清水より順位低かった事実。秋山や高山は可能性ありそうで怖い。北条は戦力外の方が可能性高そうなのが悲しい。高山は首確定でしょ。出すなら岩田進なべじあたりちゃうかな。高橋彩はまだ出さないやろ。投手なら高橋純平か泉になりそう。